さあ皆さんこんにちは、村横チャンネルですけれども、今日はですね、なんとサンダーボルトの早川さん来てもらいました。早川さんこんにちは。どうです。お久しぶりです。お久しぶりでございます。なんか新しいチャンネルアイランドのモデル入ってきましたよね。はい、これって CI ミッドの兄弟分って感じですか。まあ、当初はうちもTU で出してる CI ミッド、はい、これの4プラス1っていうネーミングだったんですけども、もともと CI ミッドの4プラス1っていうネーミングだったイメージなんですね。はいはい、ただ、まあ、チャンネルアイランドの方とも話をして、はい、まあ、ちょっと板が、違うのと、まあ、コンセプトが違うので、はい、これはちょっと市場が混乱するので名前をやっぱ変えた方がいいだろうということで。そういうことなんですね。はい、で、スピードクオングっていう名前、スピードクオングいただきました。はい、これかっこいいですね、スピードクオング。はい、で、アウトラインは、はい、これも CI ミッドなんですよね。そうですよね。はい、なんかほとんど変わらない気がするんですけど、何が違うんですか、CI ミッドと。一番の違いは、はい、クワッドにしても板が走るようにロッカーが強くなってますね。おお、はい、そうなんですね。でよりハイパフォーマンス。そうです。あとテールが、コントロール性を良くするために、かっこいいですね、ベビーフィッシュ。めっちゃかっこいいじゃないですか、ベビーフィッシュ。はい、これによって、このスピードクオングの操作性、コントロール性を最大限に引き出せるような、デザインになっているという感じですね。なるほど。これが皆さん、シアミッドの新しいモデルというイメージで出てるスピードコングです。かっこいいですね。こちらがベビーフィッシュ仕様で、じゃあボトムが結構違うんですよね。そうですね。ロッカーがまず違うんですよね。ロッカーが違う。はい、CI ミッドは2プラス1で、どちらかというと、デモンさんが乗っているようなクルージングしながらもこうキレのあるターンという感じなんですけど、はいはいはい、こっちのスピードクオングは逆にもうショートボードでこうリップする方とか、そういう方が乗ると多分ミッドレンジさんだけどめちゃ動くじゃんっていう感じになるんですよね。そういうことなんですね。こちらのコンセプト的には、はい、フィンがクワッとのセッティング、で、ね、はい、で推奨は、やっぱりクオングの流れを引いてますんで、クワッドがやっぱ一番相性がいいのかなとは思いますけど。なるほど。クオングクワッドすごい売れましたもんね。はい、2、3年前でしたっけ。継続はしてるんですけど、そうですよね。はい、でもあれはもうちょっとノーズライダーっぽいノーズの形でしたよね。やっぱノーズが広くて、はい、ノーズにコンケープも入ってて、どちらかというと、スピードクオングよりもちょっとおとなしい感じですよね。なるほど。ということはこちらの板はクワッド、それからシングルフィン、はい、トライフィン、そうですね、はい、シングルスタビライザー、いろんなパターンが乗れるってことですよね。そうです。はい、すごいな。多分フィンのセッティングによっても全然違う板になるんで。ですよね。はい、多分これを買っていただいて、いろんなフィンで試していただくと、いろんな乗り味が試せると。ですよね。このスピードコング、皆さん新しいモデルです。こちらはシングルダブル V って感じですか。そうですね。はい、で結構コンケープも深いです。かなり強く入っているということで、はい、ターンしやすそうです。この長さのバリエーション的にはどんな感じですか。そうです。一番短いのが610、はい、72、76。おー、610からあるんですね。これは今ミッドレングスはこちら610ですね。かなりこう人気あるんで、はい、バリエーションでいけば必ずどっかでハマるサイズがあるんで。ですよね。これ今 CI ミッド乗った人、この後これ乗ってもらえばよりね、なんかパフォーマンス性能高くて楽しいですよね。はい、これでしたらサイズある時も楽しめますね。これは多分サイズあっても全然使えちゃいますね。普通のショートボードのように動くって言ってましたもんね。そしてこれ素材的には2種類出てるんですよね。はい、今いろんなうちの板で出てるこのアイビーム、サンダーボルトが今すごい力を入れてるアイビームストリンガー、こちらですよね。これ簡単に言うとストリンガーがなくて、ロービングの3本ストリンガーが入っていて、しなりを調整してしなってねじれてくれる。こ
これ柔らかくて乗り味がいいっていう方多いですよね。そうですね、あのすごくターンはあの柔らかいですね。で逆にこっちのジオンにするとジオン、はいはい、もっとこう、まあ、フレックス的にはハードになるので、なんですかね、もうちょっと硬いんですけども、あのその分ポテンシャルも高いんですよね。そうですよね、より反発で走ってきますもんね。よりスピードボードに近い方がこちらのジオンかなっていう気がしますけれども、このジオンってカーボンが入ってるんですか？はい、はい、あのまあ見えてないですけども、このこうデッキの部分ですね、この PVC シートの下にカーボン入ってます。なるほど、すごいな。踏んだ感じもあのしっかりしてるのと、あと反発がやっぱりカーボンなんで、あるんですね、はい、こう反発させて走っていく。アイビームは逆にカーボン入ってないんですか？部分的には入ってるんですけれども、あのまあほぼ、ちょっとごめんなさい、これなんか入ってないです、はい、少ない、入ってない、そんな感じですね。だからより柔らかくしなる感じで、まあソフトフレックスなのがアイビームで、それ高反発で色がかっこいいのがこちらのジオン、はい、そんな感じですね。でこれも色好みですね。まあ、610、72、76とあって、まあ、それぞれ色はもう決まっちゃってるんですけど、ね、はい、あのこの独特 の, あの、まあ、ティントカラー、ね、めっちゃおしゃれですね。こちらとこちらもそうですね、はい、こちらが、610がブルーで、72がこの、まあ、ブラウンですよね。でこの一番長い76がこれがまあパープルに近いブラック、うん、かっこいい色ですね、はい、があるんですね、はい。まあ、このスピード感がもともと販売店が少ないんですよね。めちゃめちゃ少ないです。あんまり作ってないというか入ってきてないですよね、はい、日本に。これかなり希少品です。皆さんもしね CI ミッド乗った方、それから CI ミッドのような板を探している方にはもうさらに進化したねバージョンアップモデルなのでね、はい、おすすめですよね。多分もうあの普通にショートボード乗ってて、まあ、今ミッドレングス流行っててどうなのっていう方なんかは多分一番ハマると思うんですよね。ですよね。逆にこちらの方がフィンが変えられてメリットが多いので、まあ、このお店的にも結構惜しいですね。スピードクオングもう今絶大な人気で売れてます。長さも610からありますので、まあ、本当ねいろいろ選びやすいと思います。こちらかっこいいですね、本当アウトラインが。こちらこれが72、これがそうですね72で一番長いのは76、まあ、72が一応やっぱ人気なんですかね。そうですね、まあ、このぐらいの長さは要はこうショートボードでいつも短いのを乗ってる方は6000。なるほど。まあ、逆にもう本当ミッドレングスでっていう、もう抵抗も早くてっていう方は72、ロングボードでうちのまあハーレングルビーとか、はい、そういう、こう攻めるタイプのロング乗ってた方は76が一番。なるほど、76もございます。皆さんこの3種類、ぜひですねお店に見て実際触ってあのサイズチェックしてほしいですね、はい、ありがとうございます早川さん。こちらのモデル、チャンネルアイランドアルメリックのスピードコーング、はい、新しいモデルですね。今年登場したばっかり。これも、まあ、サンダーボルト限定のモデル。サンダーボルト限定なんですね。だから、まあ、世の中に出てないです。 CI ミッドに変わると言われているこの新しいミッドレングススタイルをぜひですね体感してください、はい、今日はありがとうございました早川さん、はい、あとこちらのごめんなさいちょっと違うんですけどツインフィンも継続して CI フィッシュよく売れてますよね、はい、ずっと継続して、かなり人気もあって、まあ、特に6265はもうかなり品薄状態というか。なるほど、665長めのねちょっと乗りやすい板をお探しの大人のサーファーにはこの辺のフィッシュがね本当おすすめです。 CI ミッド、そしてこちらのスピードコンゴ、 CI フィッシュ、いろいろなモデルありますけれども、はい、まあ、スタイルによって皆さん選んでください、はい。まあ、今年もサンダーボルトさんはこちらのシアフィッシュ、そしてこちらのスピードクオング、はい、おすすめでございます。早川さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。また教えてください、はい、よろしくお願いします。皆さんお店でお待ちしてます。こちら本当数が少ないので、スピードクオングは早めに来てください。お待ちしてます。ありがとうございます。